ヘンフィル軍はアメリカ合衆国テキサス州の北部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3807人であり、2000年の3351人から13.6%増加した。軍庁所在地は唯一の自治体であるカナディアン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はアメリカ連合国議員で判事を務めたジョンヘンフィルに、 ちなんで名付けられた。ヘンフィル軍は、州内に30ある、近種軍の一つである。1875年以前の200年間、アパッチ族、コマンチ族、カイオワ族などの遊牧型インディアンが、バッファローの大群を追って、ヘンフィル軍のある、後に、テキサス州のカイロ地帯と呼ばれるようになる一帯を、動き回っていた。 1840年のジョサイア・アグレックや1845年のランドルフ・ビー・マーシー大医がニューメキシコ州サンタフェを抜けてカリフォルニア州に至る大退路を探すためにカナディアン側の南岸に沿って現在のヘンフィル軍を通る道を探索した。1874年から1875年のレッド川戦争はアメリカ陸軍がテキサス州の回路地帯のインディアンを 封じ込めようとした時に起こった。1874年9月、3つあった大きな戦闘のうち、ライマンズ・ワゴントレインの戦いとバッファロー・ワローの戦いの2つがヘンフィル軍内で起きた。1879年4月12日、テキサス州の回廊地帯では、ビーラー軍が最初に組織化された軍となり、ヘンフィル軍を含む14の未組織軍がそれにつけられた。 ヘンフィル軍は1887年7月に組織化された。1888年7月4日、テキサス州で、おそらくは世界で初めてのロデオがカナディアン市のメインストリートで開催された。これは地域の大規模牧場の中での競技会として始まり、現在も毎年7月4日に開催されている。 ヘンフィル軍周辺の景観や生物を生かしてエコ観光が行われ、軍の経済を多様化してきた。農園主や牧場主は未来のために自然や生物の保護に努めている。ヘンフィル軍庁舎前にある軍事記念八1886年、サンタフェ鉄道の子会社。この路線は1887年にヘンフィル軍内に入り、 軍内への入植を促した結果、面倒た、カナディアン、グレーザーの三つの町が生まれた。サンタフェ鉄道が1907年にカナディアンを分岐点に指定し、牧場経済を中心に多様化された。サンタフェ鉄道の影響は1950年代半ばまで強く残っていたが、その後は従業員を余り路地に移動させた。1970年代、 ヘンフィル軍は石油生産の急速な拡大によって成長した。石油が軍内で発見されたのは1955年だったが、埋蔵地点まで深く、まだ効率的に組み上げる技術が発展していなかったために当初は生産量が少ないままだった。1974年までに石油生産量は99万9000バーレルに達し、 1978年には189万1000バーレル以上を生産した。2000年では、石油約50万5000バーレルと、天然ガス80億立方フィートが生産されており、将来は明るい。カナディアンレコード新聞社、エイブラハム社は、カナディアン市の元はホテルだった、ムーディビルを本拠にしている。レバノンからの移民トムエイブラハムが、 カナディアン市で長年百貨店を営業していた。移民がアメリカ市民になるように援助もした。エイブラハムの弟、マルーフ・エイブラハムシニアは裕福な石油と天然ガスの開発者かつ事前事業家であり、1950年代にはカナディアン市長を、1967年から1971年にはテキサス州議会会議員を務めた。マルーフ・エイブラハムジュニアは、 カナディアン市のアレルギー専門医であり、芸術の被護者だった。カナディアン市にあった床面積14000平方フィートの家屋を改装し、シタデルガーデンと呼ばれる美術館にした。マルーフ・エイブラハム・ジュニアの妻は、ノースカロライナ州出身のテレーズ・ブラウンであり、その3人の息子は、エイブラハム家の第4世代になっている。エディ・エイブラハムは、 牛の牧場主であり、セーラム・アンドリュー・エイブラハムは、先物取引業者、ジェイソン・エイブラハムは大きな、馬牧場を経営している。元女性キリスト教徒禁止同盟の建物、現在はヘンフィル軍図書館に改装されている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は912平方マイルであり、このうち陸地910平方マイル。 水域は2平方マイルで、水域率は0.26%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。